さあここからは片寄涼太さんにエスコートをお願いいたします。それでは皆様お揃いになりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん本日はよろしくお願いします。田中圭です。撮影したのが結構前なんですけれども、今のあのエスコートをさせていただいて、京子ちゃんのいい匂いを嗅いで撮影の時を思い出しました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。改めてこうお二人にエスコートしていただくというのはいかがでした？はい、こんな素敵な二人にダブルエスコートをしていただけるなんて幸せなひとときでした。田中さんがとてもいい香りがされたという、撮影を思い出したということですが、撮影を思い出されましたか？そうですね、お二人に今日久しぶりにお会いしたので懐かしい気持ちと、裏でお会いして嬉しかったです。あのどんな香りがするんですか？いやもうそれはね、皆さんにちょっと伝えきれないのがちょっと僕の語彙力のなさが申し訳ないんですけど、とりあえずめちゃくちゃいい匂いです。片寄さんのエスコートもご覧になったと思うんですが、そちらはいかがでした？そうですね、あの僕後ろ姿でちょっとそこ見てただけですけど、頭ちっちゃいな相変わらずと。片寄さんはいかがでしたか？はい、そうですね、あの久しぶりにこうしてあの深田さんにもお会いできてとても嬉しかったですし、あのまたこの素敵な白いドレスがお似合いで、僕もドキドキしました。はい、本当に天使のようですよね。はい、でもいつもあの撮影の時から僕は深田さんの衣装ばっかり褒めるって深田さんにいつも怒られてました。はい